はい、皆さんこんにちは。今日もドリームズエンジンやっていきたいと思います。前回はですね、チュートリアルの途中で終わったと思います。早速ですが、ちょっと敵の襲撃が来てたもんですので、倒していきたいと思います。やばいやばい、壊されちゃいますね。よいしょ。はい、敵は迎撃しましたのでいいでしょう。でですね、食べ物がちょっと困ってる感じですね。ちょっと配置は変えたいところなんですが、ちょっと変えてる余裕がありません。攻撃されてる、またか、もう一匹来てるみたいですね。ちょっと倒してきます。はい、敵を片付けてきましたので、ではですね、このタール抽出器を使って、タールを掘りたいと思います。ここでいいかな？ちょっとこちらの方は、移動しましょう。これで、どうだろう？こん中に入れればいいのかな？ということで、ここを引っ張って出していきましょう。加工とかはしなくても大丈夫なんですかね。よいしょ。あとはオンオフができるということで、O を押して、この建物を、あ、なるほどね。オンオフできると。工場を建設しますということで、工場はどうすんだ？インフラのアップグレード研究してからってことですね。インフラはまだアップデートされてませんので、気をつけないといけません。そしてですね、今ですね、食べ物がかなり減ってますね。生産が追いついてないのかな。アップグレードとかはまだできないのかな？できますね。ギリできるな。よいしょ。よし。なんだ？レイヤーを出せばいける的なことが書いてありましたね。レイヤーを出す方法がちょっとわかりませんが、どこだ？これはなんだろう？オフェンスか。ちょっと関係なさそうですね。また後で見ていきましょう。さあ、今はここのマップで敵が来ないかをちょっと見ながら、進んでいきたいと思います。ただ、電気と食料が足りない感じですね。よいしょ。戦闘モードに入らないとダメだった。危なかった。倒していきましょう。よいしょ。とりあえず木とかも枯渇してきてるので、新しい場所を探さないといけませんね。よいしょ。ああ、すげえいっぱいいるな。これは引き打ちなのかな？逃げながら撃つのが得策なんでしょうかね。よいしょ。でもこんなのはやばいぞ。操作がかなり、難しいので自分には。なかなか厳しいな。よいしょ。さてと、次はなんだ？電気はとりあえずやばいっていうのが分かってる。宝箱はあったな。工場を建設する。工場を建設しないとダメなんですね。よいしょ。はい、工場を建設しましょう。ちょっと見つからなかったので、工場をもう建設することにします。どれだ、工場は。わかりませんね。食料工場。工場って何だろう。インフラのアップグレードをしてからなので、これだな。これをしないといけないんですね。よいしょ。これを普通にもタールでいいのかな？あ、そうですね。これでいいみたいですね。よし、じゃあ工場をアンロックしていきましょう。はい、工場が、研究が終わりましたので、まずとりあえず、あれか。研究をしてからにしましょう。研究をして、工場を建てていきましょう。もうやばいな。スペースが結構ないので、いろいろ建ててみないと、なんだ？ああ、飛べってことか。ある程度危険になってくるので、少し飛びなさいと言ってますね。よいしょ。これはなんだ？木が必要か。木を必要としてるので、ここじゃなくて違う場所に建てればよかったですね。板なのか。板は確かあったはずなので、下から流れてくるのかな？
ここもう直接板行ってますね。そしてもういけるかな、ちょっと動かしてみましょう。これをこっちの方にしてみよう。オーバーウェイトということで56なのかな。今結構下ろしたんですけどね。よいしょ、これを入れてみよう。これで、あ、これ板、板じゃないのか、これは。何なんですかね、血の板。これは巻き、あ、そっか、これじゃなかった。これじゃなかったってことは、こっちを動かしましょう。よいしょ。で、これを入れていかないといけないんだな。よし。で、こっちに出せばいいことだす。攻めてきたかな？攻めてきましたね。右上から来てますね。よいしょ。あれ？これは入れられないのかな？さて、ちょっと敵を迎撃していきましょう。右上の方から来てましたので、ここですね。さあ、こっちから、いますね。よいしょ。倒していこう。あ、強い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 。強いな。よいしょ。敵が強くなってますね。これが2部隊、3部隊来てるのか。よいしょ。さあ、1部隊目が倒しましたので、次の部隊行きましょう。こっちからかな。どこだ？これか。とりあえず撃ちながら逃げましょう。よいしょ。やばいな、硬いやつはもう接近して倒さないとダメですね。よいしょ。はい、2部隊目終わって、次、あと1部隊ですね。回復もしていこう。よいしょ。まあ、相手が来るところがまだ分かってるだけ楽なんですけど、うん、それでも大変ですね。やばいやばいやばい。兵器強いな。よいしょ。あんまり油断するとこちら死にますね。よし、倒しましたね。オーバーウェイトということで、少し、下ろして旅立つことになるんですかね。どうしよう。こいつを下ろすか。この、あ、そうだ、これにして、移動モードでこれを下ろしましょう。これで55でいけますので、離陸してみましょう。さあ、離陸するための充電ということで、今充電してるのかな？蓄えてますね。まあ、もうこれだけしか、乗せれてませんので、まあ、いらないものとか全部置いていけばいいんですけどね。何がいらないんだろう。今後ちょっと選別するのも考えていこうと思います。ああ、防御系は全部置いていく感じかな。食料工場とかもちょっと欲しい感じはしますね。アップグレードはできないのか。なんだこのヘンテコリンなのは。よし。とりあえず、初めてやったので、まあ、いろいろと散らかってますが、なんとなく必要なものがどういう流れかも分かってきたので、次回はもうちょっときちんと作りたいと思います。はい、離陸準備ということで、都市に戻れということで、都市に戻りました。これ、間に合わなかったらどうなるんだ？わかりませんが、とりあえずいろいろ置いて、出発しましたね。次に着陸するところが選べるのか。よいしょ。では、どうしよう。これ、危険度1で資源があるってことですね。砂漠。これどうなんだ？選べる？難易度アップしますかになってますね。これは石があって木がない。こっちは木しかないんですね。なんかいろいろとついてますが、次回はじゃあ、ここにしてみましょうか。はい。ということで、新しい場所に来ましたので、今回はこれぐらいで終わろうと思います。皆様、ありがとうございました。